どうも、夕刊 TV ご覧の皆様、こんにちは。FM 読谷映像主任のヤッシーです。本日は8月4日、そして夕刊 TV も84回目、そして俺もヤッシーということで、本日はヤッシーの日です。よろしくお願いします。それでは始めましょう。夕刊 TV スタートです。2016年8月4日木曜日、時計の針は夕方6時を回りました。今日も夕刊 TV スタートです。メインキャスターの金城玲子です。どうぞ皆さんよろしくお願いします。さあ、先ほどね、ヤッシーの日ということで登場しました。 FM 読谷の映像芸人ヤッシーなんですけれども、 FM 読谷のチーフでもあります。今日はですね、8月4日それにちなんで、ヤッシーの日それでですね、またこの夕刊 TV 放送が84回目になったということで、こんな貴重な日はないということで、今日はね、ヤッシーからお届けさせていただきました。さあ、今日も夕刊 TV スタートです。ぜひ皆さん、30分どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日もですね、今日はまず一番ニュースはやっぱりここからですよね。それでは早速お届けいたしましょう。今日の一番ニュース、さあ今日の話題はやっぱりこちらです。第98回全国高校野球選手権大会、嘉手納高校ナイン対戦相手が決まりました。さあ皆さん、今日ですね、4時30分に電話中継を結びまして、嘉手納高校の上原校長先生とね、電話中継を結んだんですけれども、その放送もね、ラジオを通して皆さんにいち早くお届けしたいということで、甲子園ね、対戦相手が決まった、本当にこの速報を皆さんにお届けさせていただきました。それではまずこの対戦相手をご紹介いたします。なんと8月の11日の木曜日、大会5日目になりますね。嘉手納高校対群馬県の前橋育英高校と対戦いたします。開始時間は第3試合の午後2時30分開始となります。さあ皆さんね、もう本当にね、緊張していきますけれども、さあまずですね、今日本日2時に予選抽選会が行われましたので、会場のお写真などを交えながらご紹介いたします。さあこのお写真、なんと上原校長から届いたお写真なんですが、予選抽選会はこういった大きな会場から行われたようなんですね。さあドキドキしていた皆さんなんですが、42番目の抽選ということで、そして4時30分に対戦相手が決まりました。まあ皆さん本当にね、こういうドキドキしていたのではないかと思うんですけれども、さあここで皆さん、やっぱりね、生の声を聞きたいですよね。電話がつながっていますので呼んでみたいと思います。それでは嘉手納高校上原校長先生。はい、こんにちは、上原です。あ、校長先生の声が聞けた。はい、よろしくお願いします。はい、近所です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、先生、今日も4時30分にも電話中継を結ばせていただいたんですが、さあ、はい、今初めてね、ラジオを聞いている方も、インターネットテレビをご覧いただいている方もいらっしゃると思うので、まず上原校長先生、今のお気持ちをお伝えください。そうですね、ここに来て、はい、4日、なるんですけれども、はい、まあ、あの選手はもうずっと毎日、午前午後練習で、やってましたけれども、なかなか、対戦相手が決まらないと、うん、その気持ちもモチベーションもなかなか上がらなくてですね、はい、で今日会場で、対戦校が決まりましたので、はい、選手以上に、私の方が燃えています。はい、そうですか先生。そして対戦相手が群馬県の前橋育英高等学校ということですけれども、先生、そうですね、対戦相手が決まった瞬間はどうでした？その、 本抽選がうち42番目でして、はい、なかなか、
強豪校がどこに入るかっていうのがすごく気にはなりましたけれども、うん、まあ、前橋育英の方も強豪ではあるんですけれども、はい、私たちが考えていた以上のチームではちょっとなかったというのはちょっとホッとしました。あ、よかったですね。選手たちはどうですか、はい、選手たちの様子は。子どもたちはそう、表情からはそんなにも変わらないのかなという感じはしますけれども、はい、でもやはりもう対戦校が決まりましたので、はい、彼らも気持ちの中ではもう燃えていると思います。さあ、気持ちをね、いよいよスイッチもうすでに入っていると思いますけれども、対戦校が決まって、またね、新たに決意を一つにして頑張っていくっていう、 そうですね、そんな感じなんですね。さあ、校長先生、はい、もう本当ね、11日ちょうど、祭日ということなんで。そうですね、はい、多くの、おそらく、うん、この県人会とか、はい、この兵庫大阪のですね、はい、まあ、挨拶回り、しましたけれども、やはりこの日曜土日祭日の場合には、いっぱいするらしいんですよ、はい、このアルプススタンドもですね、はい、ですので11日休みですので、いっぱいになると思います。はい、もうね、本当にできる限り多くの方がね、会場にね、お越しいただけると嬉しいですよね。そうですね、はい、まあ、正直どのチームと当たっても弱いチームはないと思います。そうですね、はい、どちらも勝ち抜いて、来ていますので、はい、はい、そのつもりで、当たりたいと思います。はい、もうね、ぜひ体調管理十分気をつけていただいて、向こうも暑いみたいですね。暑いですね、沖縄以上に暑いです。あ、そうですか、もうぜひね、はい、体調管理しっかりしていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後にですね、上原校長、今ラジオを聞いている皆さん、そしてインターネットテレビをご覧の皆さんに、最後にメッセージをよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。嘉手納読谷地域の皆様、それから沖縄県民の皆様の応援というのが、まあ、私たちの力になりますので、ぜひ、11日には、沖縄の方から、大きな、応援、大きな風を、私たちに送っていただければ、きっといい結果が出ると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。はい、嘉手納高校上原校長先生の生の声を皆さんにお届けいたしました。さあ、皆さんどうですか、甲子園球場ね、もう本当に指折り数えて夢を抱いてきた、球児の皆さんがいよいよもうね、甲子園にもう出発してもう4日も経つんですね。皆さんぜひ頑張っていただきたいと思います。さて、そこでですね、いろんな方々から応援メッセージが届いていますので、こちらをご紹介したいと思います。それでは VTR スタート。読谷中学校3年野球部、日賀隆司です。セカンドやってます。読谷中学校野球部3年日賀譲です。ショート守っています。嘉手納高校の皆さん、甲子園でも一戦一戦優勝を目指して頑張ってください。甲子園出場おめでとうございます。甲子園でも一戦一戦勝てるように頑張ってください。応援してます。そうです。はい、皆さんこんにちは。読谷村議会議長の伊波です。今回、夏の甲子園嘉手納高校初出場おめでとうございます。議会でも大いに盛り上がっております。ぜひとも活躍を期待し、4日の抽選、そして7日から始まる試合に一戦一戦、試合を大切にしながら勝ち抜いていくことを期待をいたしたいと思います。よろしくお願いします。はい、愛妻愚数用中原村嘉手納高校野球部、レッツゴートゥー甲子園。はい、6年前のですね、春の選抜高校野球、甲子園に引き続いて、また今年はですね、まさに実力で一戦一戦勝ち上がってですね、今回の夏の甲子園大会を、勝ち取ったという素晴らしいですね、実績で、また沖縄から、甲子園に向かうということでございます。昨日壮行会が、嘉手納のですね、文化センターの、
大ホールでありまして、本当にですね、たくさんの皆さんお集まりいただきました。で、今日、嘉手納高校ナインは出発というふうに、聞いておりますけど、ぜひですね、甲子園に行ってもこの夏の県大会のですね、実績通りの力を発揮していただきたいと思います。本当に、まあ、私としては事実上の決勝戦と思われたとですね、あの興南高校との、本当に僅差のですね、2対1の接戦をですね、勝ち取って、また、その次のですね、八重商工とのゲームもですね、本当に1点差という僅差のゲームをですね、勝ち取ってき、ました。今年は特に沖縄は、シード校がですね、ベスト4で全て消えるという本当に大変な激戦でございました。これを勝ち抜いたということはまさに、沖縄県高等学校のですね、野球のレベルはもうこれは全国のですね、中でも上位のレベルでございます。嘉手納高校の一戦一戦勝ち抜いてですね、夢の初出場初優勝を目指して頑張っていただきたいと思います。読谷からもですね、読谷、嘉手納、そして沖縄県内外みんなで嘉手納高校の勝利に向けてですね、応援をやっていきましょう。頑張るぞ頑張るぞということでね、最後に皆さんにお写真の方もね、交えながらご紹介していきましょう。さあ、嘉手納高校、いよいよ甲子園、切符を手にしました。みんなでね、本当に応援していきましょう。さあ、8月の11日は、休日となっています。もしお時間が可能な方は、飛行機で現地の方で応援してください。また可能な皆さん、もうね、沖縄県全部でもう応援していきたいと思います。千葉利用嘉手納高校、目指せ日本一。今日の一番ニュースお届けいたしました。ゆうかん TV。先読みコーナー。このコーナーは琉球新報の提供でお送りします。さて、新報を皆さんにご紹介します。ドラム缶風呂体験、港川学童クラブ、薪割り、湯を沸かす。浦添市の港川学童クラブで7月29日子どもたちがドラム缶の風呂を体験しました。自分たちで薪を割って湯を沸かすことに挑戦。ちょうどよく温まったところに底板を引いて気持ちいいと笑顔を見せています。夏休みの恒例行事となっているもので、同クラブを利用する約40人が参加したそうです。子どもたちは、とてもね、お家で入る風呂よりも気持ちがいい、楽しいと言って喜ぶ姿、ドラム缶のお風呂に入っている笑顔たっぷりの写真が掲載されています。ぜひ明日の地方面ご覧になられてください。続いての記事です。11学童470人で、オリンピック元気に交流完成。西原町の11の学童クラブによるミニオリンピック、ミニオリンピックが7月27日西原町民体育館で開かれました。子どもたち約470人が参加、追いかけっこ、玉入れや、そしてリレーで元気いっぱいに走り回り、楽しく汗を流していました。児童たちの交流を目的に、こちらは毎年開かれていて、今年でなんと6回目。追いかけっこをしながら逃げる職員の中のカゴに児童たちが玉を競い、そしてカゴを追いかけ回る子どもたちの歓声は体育館いっぱいに広がったそうです。元気に交流、子どもたちの笑顔いっぱいの写真、こちらも新聞に掲載されています。明日ご覧になられてください。最後の記事を皆さんにご紹介いたします。ケラマ島での夏盛況。ケラマ村では学校が夏休みに入り、本格的な観光シーズンを迎え、島の内外から大勢の観光客や、そして国立沖縄青少年交流の研修生らが連日にぎわっているそうです。このビーチ、ケラマブルーの海を満喫しようと、本島からの宿泊、日帰り客が海水浴、ダイビングなどのマリンレジャーなどを楽しんでいるそうです。ぜひね、こちらも明日の地方面お楽しみに。以上、琉球新報先読みコーナーお届けいたしました。このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。ゆうかん TV。
読みラジ。さあ今日の話題です。スムースバーンズグリル、さあどんなお店なんでしょう、気になりますよね。さあ読谷村内にはね、本当にありとあらゆるところに素敵なお店、そして気軽に入れるお店があるんですが、今日は皆さんにまたね一つおすすめのお店をご紹介したいと思います。暑い時期ではありますが、ぜひ皆さん行ってみてください。それでは VTR スタート。スムースバー&グリルです。場所は波平の丸台の並び上になりますね、はい。で店内は、禁煙になりますが、表のサンセットがきれいに見えるデッキのスペースでは、喫煙も可能ですし、ペットを連れてのご来店も大歓迎でございます。当店で楽しめるメニューは、まず人気なのがたこ焼きです。さまざまなソースを使った美味しいたこ焼きが店内では、3つから楽しむことができます。他にも、お肉が好きな方にはさまざまな肉メニューもご用意しております。珍しいところでは伊江島牛を使ったビフカツを提供しております。これは、毎月1頭、入手可能な伊江島牛を直接買い付けて、美味しいビフカツにしてご提供させていただいております。他にも、アメリカ人に大人気のチキンウィング、こちらも、辛いソースで有名なバッファローウィングから、様々なソースで楽しんでいただくことができます。ドリンクも、ビールはもちろん、日本酒、焼酎、カクテル、さまざまなものをご用意しております。営業時間は午後4時から、深夜12時までです。定休日は、現在日曜日を定休日とさせていただいております。毎日4時からはハッピーアワーとして、オリオンドラフトが400円、そしてアメリカの機械で作ったポップコーンが食べ放題となっております。スムースのゆうやです。はい、フードメニューのおすすめでたこ焼きなんですけど、7種類のソースから、説明します。上からチリチーズで、ソースマヨに、島根ロが上に乗ったやつと、明太マヨで、バーベキューソースで、ハニーマスタード、スイートチリです。島根ロソースという辛いソースがあって、はい、それがかかってます。辛いのが好きな人はおすすめです。はい、もうたこ焼きで僕はチリチーズとか食べたことなかったので、とても美味しいです。おすすめです。新鮮な感じ。はい、こちら厚切り牛タンになります。シークワーサー胡椒で、ビールと食べると最高です。こちらが、たこサラダで、ボリュームが 2,3 人前なので、みんなでシェアして食べていただければよろしいかと思います。はい、スタッフの藤原です。とおすすめのメニューは、おすすめのドリンクはこちらになります。こちらが伊江島さんのラム酒を使った沖縄モヒート、こちらがシークワーサーサワーになります。はい、こちらの沖縄モヒートは女性の方に大変人気です。とこちらは中身を青森か焼酎から選んで飲むことができます。外観からアメリカ人がやってるお店なんですかとよく言われることがありますが、近所の子どもたちから老若男女問わず遊びに来ていただける楽しい空間になっておりますので、ぜひご来店ください。お待ちしております。ありがとうございます。はい、お店の、ね、お名前のスムースバー&グリルさんということで、皆さん、ね、いかがでした？もう美味しそう、そして、ね、飲みたくなりましたね。ここの、ね、本当に私たこ焼きとかたこサラダもいただいたことがあるんですけれども、とっても、ね、味もバラエティ豊富で、いろんな味が楽しむことができます。また、ね、不思議ですよね。ドラム缶がテーブルになっておりました。ぜひ一度行かれてみてください。以上、ゆうかん読みラジでした。ゆうかん TV FM 読谷インフォメーション。さあ今日の話題です。生中継します。トリービーチサマーパーティ、さあいよいよ明日となりました。ご紹介していきましょう。明日明後日開催となりますトリービーチサマーパーティー2016、2日間のうち私たちは8月5日明日中継いたしますので、ぜひ多くの皆さんいらっしゃってください。以上、 FM 読谷インフォメーションでした。ゆうかん TV。
続いてはとことん読谷を知っとこ読谷。さあ今日の話題は行政情報。それでは早速ご紹介します。8月8日から平和学習上映会がスタートいたします。まずその上映内容をご紹介します。午前10時朝10時ですね、裸足の弦、そしてお昼2時、対馬丸が上映されます。ぜひ多くの皆さん足を運んでください。以上とことん読谷知っとこ読谷、皆さんからのメールも募集しています。 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp となっています。ゆうかんTV。 さあ続いては読谷交通情報です。国道58号レオンカメラの様子です。車が少しずつ増えてきています。皆さん安全運転に走行してください。続いてラジオでも紹介しています。平日朝7時30分、夕方は5時45分からお届けしています。以上読谷交通情報でした。ゆうかん TV。 続いては天気予報をご紹介いたします。夕方5時沖縄気象台発表の天気予報。5日明け方にかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。続いて沖縄本島中南部です。北東の風雨、夜の初め頃曇り、ところにより雷を伴うとなっています。続いて今夜から明日のお天気です。今夜は雨のち曇り、明日は曇りのち雨となっています。最後に読谷村の注意報警報、現在雷注意報が出ています。以上天気予報でした。ゆうかん TV。 さあお届けしてまいりましたゆうかん TV、 皆さんいかがでしたか。嘉手納高校の話題がもう今日はもう満載でしたけれどもね、私たちはいち早く、そしてラジオとね、またブログ、フェイスブックなどを通していち早く嘉手納高校の最新情報をお届けしてまいります。またね、嘉手納高校上原校長先生からはもう写真、それからね電話などでさまざまな、最新情報が届きます。これもできる限り皆さんに発信していきたいと思いますので、ぜひ皆さんね、また、8月の11日こちらの試合の日には皆さんテレビやラジオに釘付けになるでしょうね。お届けいたしましたゆうかん TV、 いかがでしたでしょうか。明日もまたこの時間にお耳にかかります。それでは皆さん、また明日。プレゼンティッドバイウィンズ池原建設。知れば知るほど人は好きになるのよ。そんなベルにもな、とくらなるほど大げさなことじゃなくていいんだね。毎日通う道にかかる虹、同じ時を過ごし同じ空見て、同じニュースで涙を流してたな。涙がこぼれた日も、間違いただせずいた日も、光を灯せば聞こえてくるよ。始まってた僕らの未来。雨が降るも晴れる日も、歩いて行こう。あなたと出会えた奇跡を掲げ、雪の日も嵐の時にも、君と手をつないでいたら笑顔になれるのだから。 Satellite Voice System 何を見たん、繋がるこの気持ち、僕らの